アマチュア目線でいろいろこう質問とかね、チョコと一緒にこの動画をね、やっていきたいと思いますんで。朝一のスタート前の練習されてる時に、例えば右にしかなんか行かないなとか、左にしか行かないなっていう時の、ラウンド前の修正、その場合は体を7にして、そう手が3になるように、ちょっとインパクトロフトっていう、でその時に上体まで一緒に回しちゃダメ。腰だけです。腰だけ。そう。そういう今のみたいなイメージ。はい。藤田博之です。本日もですね、ハワイのカポレーゴルフクラブから、お届けしたいと思います。実はですね、こうやってハワイに来るときに、私いつも一緒に来てもらう後輩がおりまして、大学生時代に私の試合の時にトーナメントのアルバイトで来てた子だったんですけど、そこからもう約30年ぐらいのお付き合いになりますが、プライベートでよくゴルフをしてもらう数少ない友達の一人でございます。ということで、早速ご紹介をしたいと思いますね。はい、片野さんですね。はい、どうぞ。片野でございます。もういつもチョコっていう風にね、はい、チョコです。ニックネームはチョコなのでチョコって言うんですけど、片野さんですね。また今回もハワイに一緒に同行してくれて、一緒にゴルフをしたりとか、してくれてたんですけど、この YouTube の撮影があるということで急遽引っ張り出しました。でアマチュア目線でいろいろこう質問とかね、そういうのを私に投げかけてくれということで、こういう動画を撮ることになりましたんで、今日はですね、このチョコと一緒にこの動画をね、やっていきたいと思いますんで、なんかいろんな質問ありますか？はい、たくさんございます。ということで早速ね、やってみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。うわ、ダフった。藤田プロは、例えばその朝一のスタート前の練習されてる時に、一日の今日の調子、例えば右にしかなんか行かないなとか、左にしか行かないなっていう時の、ラウンド前の修正するような考え方って、これね、多分ね、過去の動画でもあると思うんだけど、手と体のバランスで考えてて、例えばボールが右に行きやすい時っていうのは、2通りあると思うんだけど、まずは、体がこう早く動きすぎてクラブを振り遅れてしまってフェースが開いている場合、もしくはドローの人に多いんだけどそのままもう出しちゃってるっていうね、それが2つあると、で左に行く場合っていうのは体が止まって、手がパーンと走って、フックボールになっていることが多いと思うんで、だから例えば左に今日行きやすいなっていう時は、手の運動量、手の運動量と体の運動量が5-5がまっすぐだとすると、左行く場合っていうのは手が走ってしまってるから、それを左の度合いによって、例えば7で体が3しか動いてないと。その場合は体を7にして、そう手が3になるように、例えばちょっと体をこう早く回転、たくさん回転させるようにすると、でこの逆で右しか行かない場合っていうのは体が動きすぎていて、手がないから手の運動量をこう多くしてあげる、でそれによってボールをこう捕まえる方向にやってあげるっていう、そういうなんかバランスでちょっと考えてる。でその調整で、じゃあスタート。そうです、そうです、その調整で。で基本的にはもうまっすぐいいボールが出るっていうふうに、思いすぎない方がいいと思うから、その右に行きやすいなら右に行きやすいっていうのをこう、修正加えながら、今日の自分、で左にちょっと行きやすいよって修正加えながら、今日の自分でいいと思う、スタート前はね、それであんまりこうスイングだとか考えすぎると、あんまり良くないと思うんですね。これあんまり聞いていいかわかんないですけど、いいって言うか、フェイスかぶってアドレスされてるじゃないですか、それって、
それがアマチュアのにが真似をしたとしたら、うんうん、これは不可能な話なんですか？目指すゴールがどこか、あ、なるほど、うん、目指すゴールがどこか、求めているのが何かによって違う、はいはい、ただそれだけ真似すると、はい、左にしか飛ばないと思う、当然ね、はい、まあ、こうやってまっすぐじゃないですか、はい、まっすぐが私の場合ってちょっとこうかぶせるでしょ、はい、で通常の人って、まあ、通常のスイング、はい、で私のスイングっていうのはかぶせたものをインパクトの時にすごい腰の回転量がすごい多いのね、はいはい、で通常の人から見るとすごいこうカットにこう感じるような動き、はい、まあ、実際ちょっとカット目に打つんだけど、はい、それによってフェースをハンドファーストにしたフェースをスクエアにしてるか ら、はいはいはい、だから普通の人がかぶしてそのままパーンと打ったらもう左にしか行かない、うん、だから私のように強いフェードボールを打ちたいとか、はいはい、クラブを上から入れたいとか、うんうん、もっと体を回していきたいとかいう人には当てはまってる、うん、と思うね、うん、ちょっとこれに関連してなんですけど、うんうん、その時って、はい、そのフェースって、はい、開いてるとか多分閉じてるっていうのが、うんうんうん、その自分で意識して動かしてるっていう意図は ないですか？ないのないのないし、もっと言うとアドレスの時にフェースがどこを向いてても関係がない、関係がない、関係がない、で、あの関係がないというかね、まあ、教科書は置いといてですよ、はい、教科書はまっすぐに、まあ、置いとかずに教科書するとまっすぐで、はい、でまたまっすぐに戻りますよね、はい、が教科書でしょ、はい、だけど私の場合はインパクトでこうやって当てたいと、フェースを閉じて当てたいっていうのが現れてるんですよ、はい、実は、はいはいはい、だからあの閉じたい閉じたいと思ってるから閉じてくるのね、はいはいはい、私はね、はい、でも逆にこう開く人っているでしょ、はい、開いてる人もいるんですよね、はい、開いてる人ってインパクトで開きたい人なんですよ、開きたい人、開いて当てたい人ってアドレスでこうやって開いて、はい、やっぱりね、構える傾向がある、うん、フェースを開いてる閉じてるっていう意識はなくて、うん、リリースさ、ほどいてるっていう意識もないと、ないない、リリースすることはもうほぼないです、ね、ほぼない、ほぼない、そのまま体の回転で打ってるっていうこと、特にフェースが閉じてるから、はい、リリースなんかしようもんならもうそのままかぶっちゃうんで、はいはいはい、だから余計その側が全然レートヒット、うんうん、もうどんどんレートヒットどうぞっていう、うんうん、そっち側のタイプですね、うんうん、それに関連して、はいはい、関連していいですよ、あのちょっとインパクトロフトっていう、うんうん、インパクトロフト、うんうん、をちょっと聞きたいんですか？ああ、私のね、はい、私のインパクトロフトは、まあ、7番しかわからないんだけど、はい、7番が35度、34度ぐらい、クラブの34度、5度の元々のロフトカーブがね、はい、でそれに対してインパクトロフトは21度から23度ぐらいになります、はい、ということは、うん、どこでそのインパクトの瞬間こう、うんうん、立ててるという、立ててる、立ててる、ですね、そうそう、立ててる、その打ち方とかこう意識とかっていうのは、うん、なんか意識されて打ったりされてるんですか？意識はしてないですね。してない、うん、多分でもほとんどのプロは相当ロフトが立って、そうですね、だからプロのアイアンっていうのは低い打ち出しから高く上がっていくっていう弾道になって、はいはいはい、アマチュアの人の場合は構えたロフトにロフト通り当てちゃうと、うん、ロフト通りの高さへ飛んであの落ちるっていう、うん、はい、だからプロの場合は立てて、はい、グッとか、まあ、体を押し込むんで前に飛ぶ力が強くて、はい、でダウンブローでスピンで浮力がついて落ちるっていう風になるんで、まあでもそれは難しいし、ね、あ、難しい難しいこれはアマチュアはやっぱ真似しない方、アマチュアの人が真似すると、はい、あの手でロフトを多分縦にいっちゃう、あ、わかります、うん、かぶせるとか立てるって手でやっても全然あれじゃなくて、例えば我々っていうのも体がどんどん先行してこう先行して先行してハンドファーストがこうやって強くなっていって、はい、そういう結果的にロフトがこう立ってるような状態にこうなってるから、はいはいはい、だから、まあ、やるとしたら小さいスイングからもうこの位置から、はい、この位置からですよ、腰のこの位置から、はい、まあ、例えばロフトそのままっていうのはこういう打ち方ですよね、はい、今みたいなね、でそれをあえてちょっとこう左足を踏みながら、左足をね、はい、こうこっから踏みながらってこうやると、踏みながらってやるとだんだんロフトって立って打てるように多分なってくる、へ、うん、だから通常の
こうだとここからパーンって多分こうでしょ、はいはい、でこれだとロフトってそんなに立ってこないんですよ、はい、うん、だけどこれをここから踏んで踏んで踏んでこうやるんですね。ちょっと沈み込みぐらいでもいい。ここからグッとこう踏み込む。そうするとこう押しみたいなのが出てきて、まあ、頭はここの位置ね、当然、はい、頭はここの位置なんだけど、そうすると上と下バラバラ現象みたいになってくるんですよ、はい、でこの上と下バラバラ現象になってきたら初めてそのロフトが立ってくると思う、はい、ああなるほど。これある程度上と下一緒だったら練習が必要ですね。そう、大事大事だし、上と下って動きバラバラですかみたいな質問が出るようになってくると、はい、あ、そうなんですよっていうね、はいはい、まあ、そういうことで多分なってくるんじゃないのかなっていうね、うん、はいはいはい、だからある程度の練習が必要、うんうん、だけどこういうちっちゃいところからまず踏んでって、うん、踏んでこういうのはできるでしょ、うん、はい、踏んで踏んでっていうのは多分できるんで、うん、はい、まあ、それやってみる価値は多分ありますね。ありがとうございます。はい、さっきはちょっと関連しちゃうんですけど、関連性、まあ、僕のなんか全部すべてあるから僕のでもいい。オーバースイングのちょっと直し方っていうのを教えていただきたいんですけど、オーバースイング、まあ、おそらく早く切り返しをした方がいいとか浅くしてっていうと、どうもその肩の入りがこう浅くなってしまって肩が回ってなくて振っちゃうっていう傾向になってしまうと思うんですけど、その肩を回しながらあまりこう手をオーバースイングとか後ろにとか前に行かないように振るためにはどういった、まあ、強制としては一番いいのはやっぱり何かこう物を挟んで、ね、挟んで、はい、まあ、両方どっちでもいいですよ、はい、どっちか挟んでこうやるっていうのが強制は一番いいんじゃないですか、はい、それでやるのがいいんだけど、はい、オーバースイングでもいいオーバースイングと悪いオーバースイングね、はい、うん、このうちのこの BK チャンネルでも結構紹介してるんだけど、はい、結局あのチョコはどう、こうなってるよって言われたことある？昔はありましたけど最近はそこはなくなってきた、はい、ってことはもともとあのギッコンバッタン末系なんですよね。こうでこっからこう下に入ってそう末系こう、はい、でこうなってるトップで左足に体重が残る、はいはい、オーバースイングは良くないの。でちゃんと右足に乗ってオーバースイングってもう多分全然大丈夫、はい、うん、こう右足に乗ってか ら, だからこれが軸がこう、はい、左にこう傾いちゃうようなテイクバックでオーバースイングっていうのはもうなかなかここにちゃんと、はい、当てることが難しくなるか ら,、うん、だからそれはあのこの一つ腕だけのオーバースイングだったらここの矯正だけで、はい、多分全然治ってくるし、はいはい、だけどこの軸のところって難しいから、はい、これはあのこうハンドル系のドリル、うんうん、この車のハンドル、うん、ハンドルを握りました、はい、車のハンドル握ってどっちにも回さずこう行くのがいいんですよ、うん、正面にハンドル持ったまま、はい、ハンドル持ったまま右っていう。でオーバースイングの人ってどうなるかってハンドルを左に回しがちなんですよ。あ、そうですね、そう、でこうなりがちなんです、はいはいはい、うん、だチョコも悪い時ってちょっとこういうの入ったりするでしょ、はいはいはい、でこれを本当はこれがいいんですよ。これがスクエア、はいはい、ハンドル回さず、はい、そのまま体だけ回すっていうのがいい、はい、だけどオーバースイングの人とかトップ入らない人っていうのは左に回しながらこう右向いちゃうんで、はい、結局回しても回しても入らないっていう現象が生まれて、はいはい、一生懸命いや回してるんですけどって、はいはい、うん、でもっと右足乗せて乗せてって言うけど、はい、いや乗せたいんですけど乗らないんですってなっちゃうんで、はいはいはい、こういう場合は極端だけど右にハンドルを回しながらこう行くとすごくこう自分の体をちょっと折りたたみ系、そう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 、折りたたんでいくような感じに、うん、ですごくこっちは低く感じると思うんですよ手が。そうですね、うん、そうなるとオーバースイングもうならないんで、今みたいな、そう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 、そういうちょっとこう沈み込み始めるわけ。そう、そう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 、うん、入りますね。入ります入ります、うん、だからすごくこう低く感じるんだけど、そうするともうオーバースイングは絶対ならないから、だからポイントが手だけの場合と、はいはい、あとはこの体の今動き、はい、こういう、はい、2つ考えた方がよくて、うん、だからこう質問したのはこうって言われたことあるって、はいはいはい、である人は絶対こうなりやすいし、はい、トップが高くなりやすい、はいはい、で低くしようとしてもやっぱならないから、はい、そうするとハンドル右ドリル、
とこういうだんだんこういう風にちょっと使い方が全然変わってくるんで、最初慣れが必要だけど、うん、そう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 いうのが大事です、うん、あ、チョコさんのスイングちょっと打ってもらって、うん、そこで藤田さんに、あ、打たなくてももう分かってて視聴者さんが、あ、そうなの、視聴者さん、え、打つんですか、打つってよ、結構上手なのよ、はい、うん、もう完全にシングルだから、あ、ちょっと引っかかってます、ね、そう、これが、うん、そのチョコの悪いあれだよね、はい、そう、クセクセ、そうそうそう、そうなっちゃう、入ります、うん、内側から入ってっていう、そう、基本的にちょっとインパクトはこうずれる、そうそう、こうずれる、こうずれるんで、まずはそのそう、ここここがそう、構えた、構え、構えて、この腰がまずここのクラブに当たらないのが大事ね、そう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 、でその時に上体まで一緒に回しちゃダメ、あ、腰だけですね、腰だけ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 、そう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 、そういう今のみたいなイメージね、ここに当たらないように、そう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 、そのイメージで一球ちょっと打ってみて、そうやって打つとすっごい左に飛びそうでしょ、はい、はい、左にそのまま飛ばしちゃっていいですからね、ここここに当たらないつもりで今みたいに振り抜きを、そうそう、そっちそっちそっち、そう、それでいいです、あそこに最初は飛ぶようなイメージで行かなきゃダメですね、はい、腰だけで左、うん、そう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 、あれ、そうそうそう、なんか球が違う、球が違うね、はい、そっちの方がまっすぐ当たってるから、うん、ちゃんとそこでキュッと、そう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 、最初はねちょっと左に行きやすいのはしょうがなくて、ここで左に行くから、はいはい、ちょっと嫌だな左ってなると、また元通りになっちゃうんで、はい、うん、ここにまず当たらないように、はい、当たらないように腰が引けてるような感じ、自分では、そう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 、はい、そう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 、はい、そうやってこう腰をねこう入れ替えてるだけ、いつもはこう来たら、もう極端に言うとこう来てこう来てこうなんだよね、ちょっとこれもちょっとやっぱり入るから、入ります、入る入る入る、はい、はい、だからこっちも引いて、そうそうそう、でこっちも引くみたいな、あ、そう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 、そういう使い方した方がいい、そうです、そう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 、そうでこの時に今もこうやった時に引けてんだけど、こっちに重心が乗っちゃってる、あ、乗っちゃってます、のあのこっちに、ここに集まってるから、こういった時にここに乗らないとダメです、はい、ここ、これ特に体重移動っていうのは意識しなくて、しなくていい、しなくていい、普通に回転してるだけで、回転してここに乗ってほしい、そう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 、そこに乗る意識が欲しいですね、そう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 、もっともっともうちょいここに重さを乗せた方がいい、こっちなんですか、うん、ここに重りを、重さをもっと乗せて、こっちに乗っちゃうの、重さが、はい、あ、そうそうそう、そこに乗せる意識の方がいい、そうした方が左も入りやすいの、はい、実は結構なんか沈み込む感覚、あ、イメージはそうかもしれない、うんうん、だからドリルとちょっと似てくるでしょ、ああ、そう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 、そう、だからチョコの中では沈み込んでるけど、はい、多分これ動き取ってもらうとあれだけど全然沈まない、そんなことない、うん、むしろこうちょっと浮いちゃう、浮くから元々がね、うん、そうそうそう、そう、もう30年の付き合いだけど、ここまでしっかりしたレッスンは初めて、はい、はい、すいません、あっさりこうだよみたいな感じはよく時々言うけど、そうですね、チョコさんもあんま質問されないんですか、いや、1点とだけとかちょっとお伺いしたことはあるんですけど、うん、ま、ここまで今何してんのってこう教えてもらってたりして、はい、あ、うん、あ、そう、あ、へそうなんだそれで終わるえ、なんかありましたみたいな、いや、まあ、うん、うん、いいんじゃない、それはありましたね、だって教えてもらってるコーチを否定できないから、うん、長さん教えてもらった昔ね、今は、はい、今はいない、うん、はい、今はそうそう、なるほど、はい、やっぱ教えてもらってる人の意図があるからはい、はい、うん、変なこと言っちゃいけないなっていうあんま話しかけないでもらって、今ちゃんとイメージ出したんだからOK、 そこだけでもそんなに当たんなくなるもんなんだね面白いねこんだけ上手な人がちょっと
食いますね。クイックイッとね。そう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 。いいっすよ。はい、動き的には伸び上がらなくなってくるから、はい、今後それをずっとやってると、この今のクラブの動きとか、はい、そのクラブの動きっていうのは軌道とフェースの関係が変わってくるはずなの、はい、うん、今まではこうやって振ってるのに対してこうフェースとクラブを自分なりに合わせて目標に飛ばそうとしてた、はい、でところがその中で動きがこう変わってきて、多分今までのこう掴んでたここら辺の空間のクラブの動きがもう今消えたでしょ。消えました、うん、消えてどっか行ってるでしょ、はい、でだんだんこう それを意識してると、あ、こういうことなんだっていうのがだんだんまた見えてくるっていう、はい、うんうん、それでこの動きなりの自分の合わせ方になった時にもうこういうボールが消えてくるわけです。でなるとこういうボールとか、はい、こういうボールが出、はい、にくい今体の、はい、動きなんです。もともとほらこうこうだと寝てそのままだと右行くし、それ返してやってたでしょ、はい、それがなくなるっていう、あ、うん、だからまあ、真っすぐ立つでしょ。真っすぐ立ってチョコのスイングは今までこうなってたんです。そしたらこう肩がこう落ちて肩もこうなるでしょ。だからその先にあるクラブっていうのはこうなるでしょ、うん、なりやすかったと。それをちょっとこういうこの、まあ、私がいつも言うこれですよね。これに変えましょうって、今までこうでしたよねって、でちょっとこうしましょうってなったらクラブがなくなっちゃったけど、うん、この動きだとこういうのはちょっとなくなりますよね、うんうん、こういう自然な動きに近づいてくるんで、うん、ってことですね。はい、ということでね、いろんな質問に答えながら、そして片野さん本人の、スイングについてもね、いろいろやってみました。まあ、こういうところで、見てる方が参考になればぜひ、やってみていただければいいかなと思います。では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。